なんだか私まで嬉しくなっちゃって、ありがとう、発火でしょ。STV ラジオがお送りする月に一度のライブイベント、エスプラザライブ13回目は3組のアーティストが登場。名もない毎日が笑い沸騰中のラムワイヤー、そして北海道のインディーズシーンで活躍中の2組、ラウフェンとメロウデ。11月24日土曜日午後4時開演、場所は北一に関しエスプラザ、入場は無料、事前応募は必要ありませんので直接会場にお越しください。ただし席には限りがありますので、あらかじめご了承ください。北海道の音楽シーンを切り取るエスプラザライブボリューム13にぜひお越しください。パソコン、スマホで STV ラジオが聴けるラジコドット JP。 年のせいなんですかね、どうなんですかね、最近涙腺が緩くて、なんだかもう、うそさんがちょっといい話とかしてくれるじゃないですか、その時負けてしょうがないんだ。でも最近はね、だんだんそうじゃなくて、ゴロさんが喋ってるってだけで負けてしょうがないんだ。それは嬉しいですって言ったら、情けなくてって言ってくれた。ありがたいですけど、ただ男も泣きたいんだよ。時代じゃないか、本当はそうなんだよ。なんかどっかでね、投影したり一年のことってあるじゃないですか。男もやっぱりしんどい限りですよ。女だってしんどいけど、みんなしんどいだよね。で、私のは構いませんから、もう男もわがまま泣きしてください。うん、見てないからっていう。で、一番良くない動機はね、泣いてる人こうやって見ること。あれはよくない。
ンとします。タクシー業者、ハンドルの方が安田さえだ。